海上列車にまた乗れる日も。はや天界の分母たち。ボス、どうぞ。ターゲットが近くにいる。皆戦闘に損。ちょっと旦那、どなたかは存じませんが、こんな手荒なことをすると軍人の旦那たちがただじゃおかな。この列車は我々ザ・カンパニーがいただいた。すまないが、皆少しだけ協力いただきたい。我々も無駄な血が流れる。今から一人ずつ我々の前を通って列車から降りるように。次。間違いなく医師の気配はあるのだ。おい、誰かは知らないが、お前がおとなしく名乗り出てくれば。どうやらあんたたちが探してるのは俺の。やはり列車の中にいたか。今までの奴らとは桁違いの強烈な意志を感じる。しかしおかしい。ルパートから聞いた限り、ワンダーについて調べている格闘家は女のはずだろう。それにその服装、聞いていたミナリとは。女？何のことかさっぱりわからねえな。確かなのはあんたのこのやり方が気に入らねえってことだ。俺たちと関係ない人まで巻き込む必要。さあ、結果的にこうやってお前を。私は家庭より結果を重んじる性格で。やっぱ。おい、その得意げな顔を。なっ、ゼルバに行く方法を教えてくれ。旦那、申し訳ありませんが、この列車はもうゼルバには行かないんです。つい先日、ゼルバにワンダーとやらが現れて以降、全ての路線を変更しろと。つい先日だったら既存の路線を使えば。それは。お前、死んでから後悔しても遅いぞ。行けます。そろそろ着きますぜ。団じゃあな。旦那、こいつもほどいてくださいよ旦那。